はオフェンスへと転じていきます。今日も京都ファンタリス甲子園に合わせてまずいきましょう。オフェンスコール
シャルズは京都ファンタリースゲームオフィシャルズの皆さんです。今日の戦いです。スターティングファイブ。
ング背番号37山内選手からです。Thank you.
Thank you.
Woo!
今日の背番号42番コンツア選手にハッキングのファウルでした。Thank you.
背番号36番山口選手にボーリングのファウルでした。チームファウル3つでございます。Thank you.
対名古屋にボーゼス・エハンベThank you.
Thank you.
果を発表してまいります。まず本日特設ブースにお配りしました抽選券、皆様お持ちですか？抽選券をまずお手元にご用意ください。さあ、これから各商品の当選番号をビジョンを使って発表していきます。ご当選されました方は抽選券を2回抽選会特設ブースにお持ちいただき、商品と交換をお願いします。また一部の商品は本日郵送をさせていただきますので、ご当選の方、発送先のお記入にご協力をお願いします。さあ、それでは早速参りましょう。まず最初の商品は京漬物、折り畳み天京の京漬物詰め合わせ散歩道を5名様にご用意いただきました。ではいきますよ、非常にご注目を。当選者はこの方々です。180番、492番、他3名、合計5名の方です。おめでとうございます。次回の特設ブースにお越しください。ではどんどん参りましょう。続いては和下ショップ様の提供、南乳ワインの友、こちらを8名様にご用意いただきました。では当選者を発表します。非常にご注目を、この方々です。以上8名様、おめでとうございます。なお見逃した方、いらっしゃらない方いらっしゃいましたが、後ほど2回特設ブースの前にもこの当選番号を発表しますので、掲載しますので、こちらもどうぞご覧ください。では続いてです、静谷様ご提供のアップルカスタードパイ、こちらは3名様にご提供いただきました。ではいきますよ、甘い甘いアップルパイ、当選の方はこの方々です。489番、498番、650番の方ですね、おめでとうございます。ではリンゴつながりで、続いては青森リンゴの会社の提供、青森県産のリンゴを5個入りセットにして8名様にご用意いただきました。ではこちらも参ります。当選番号はこの番号です。以上8名様、おめでとうございます。続いては京都アンナリーズ福知山公園会様ご提供の福知山温泉入選券、こちらを10名様にプレゼントします。ちょうど4月にね、福知山のオープンもあります。しっかり応援して温泉に使って帰ってください。では10名様、当選番号を発表いたします。この方々です、おめでとうございます。あ、結構ね、手取りもお願いしますね、おめでとうございます。さあ、それでは続いてアールブランシュ様の提供、ケーキ引き換えて5名様にプレゼントします。ね、いろんなケーキがありますが、ちょっと美味しいケーキをお召し上がりください。当選番号を発表します。この方々です、おめでとうございます。あ、よさそうですね、おめでとうございます。さて、続いてはちりめん山椒やめ様の提供のちりめん山椒おじゃこ15名様にご用意いただきました。おいしいご飯もしっかり食べてください。では参りましょう、15名様、この方々が当選いたしました、おめでとうございます。男性はどうですね、あ、いらっしゃいます、おめでとうございます。どんどん参りますよ。続いてはフローチック様ご提供、おしゃれ手ぬぐいタオル、こちらは10名様にご用意いただきました。では手ぬぐいタオル、この当選者を発表します。非常にご注目を、あなたたちです、おめでとうございます。続いてです、高田大福院様ご提供、京都産の絹にかりお米5キロを2名様にプレゼントです。お母様方の声を変わりましたね、よかったそうか。非常にご注目の2名の方、この方々です。232番、494番の方、おめでとうございます。お米です。どんどんいきますよ、まだまだあります。続いては菊池様の提供、オーガニックコットンのテオリストーブ、こちらも2名様にご用意いただきました。すごいですね、いいですね。ではいきます、このテオリストーブが当たったのはこの2人です。おめでとうございます。132番と553番の方、テオリストーブ当たりました。どうぞ2回特設会ステージにお越しください。続いては月経館株式会社のご提供のスパークリング日本酒仕立て歌方、こちらを2本セットにして、24名様たくさんいらっしゃいます。ご利用したいことをお願いしますね。24名様、どんどん発表してまいります。以上にご注目を、
59番の方、おめでとうございます。よっしゃ。はい、おめでとうございます。さあ、ラストは3つになりました。いきますよ。ラスト3、日本旅行、京都市場試験様の提供、5000円分の旅行旅行券、こちらは1名様にご用意です。いいですね。ありがとうございます。では参ります。当選者は、この方です。539番の方。おめでとうございます。さあ、ラスト2です。続いては京都ハンターに強い選手とのツーショット撮影券、本日は村上選手との撮影を3名様にプレゼントします。いきます。当選番号はこの3名様です。61番、65番、174番の方、おめでとうございます。さあ、駆け巡ってまいりましたが、続いてが本日のラスト商品になります。ラストは本日の目玉商品です。 ANA インターコンチネンタルブランザビーチキロットのご提供の、こちらは2泊3日ペア宿泊券、こちらを1名様ですが、こちらの当選者、試合終了後にこのコート内で発表いたしますので、楽しみに待っておいてください。さらにですね、今日この試合、琉球ゴールデンキングスにハンガリスが見事勝利をした場合は、ANA グランプラザ京都ホテル京都、こちらレストランのお食事券1万円分をなんと3名様にご用意いたしておりますので、しっかり勝てるように皆さん応援どうぞよろしくお願いします。さあ、以上で大抽選会を終了させていただきます。勝利を目指して皆さん大きなご声援よろしくお願いします。
Thank you.
京都高校30分間、矢口選手にハッピングのファウルでした。まだファウルが強くThank you.
原田さん、村上選手入ります。Thank you.
背番号3番山口選手にユーズボールを渡しました。原選手の交代、頑張りインカロー徳永
第4クォーター、まずは行くぞ、どうした
倉津選手にファウルしました。Thank you.
動物番号47、コンツァー選手に秋山のファンでした。コンツァー選手、パーソナルカードに失礼をしました。バーガーと大丈夫です。花火の4本選手です。
今日背番号34番、山口選手に不思議のファウルでした。山口選手、ファーサルファウル5つ目を取りました。ファウルアウト、大丈夫です。
松坂選手のファンです。Thank you.
ましては皆さんの番です。本日も20点というビハインドもありましたが、それが一気に詰まる素晴らしい空気感をつけていただきました。その会場の皆さんの中から今日も1名ベストブースターとして賞をお送りしたいと思います。京都新聞販売員協会プレゼンツベストブースター賞の発表です。では中央ビジョンにご注目ください。本日のベストブースターはこの方です。ハンナリス、勝ち続